11月は児童虐待防止推進月間です。全国的に増加を続ける児童虐待の相談対応件数、県内でも昨年度は過去最多の477件となっています。県ではこの問題を広く県民に知ってもらうため、さまざまな活動を行っています。11月8日には県立文学館講堂にて児童虐待防止研修会を開催します。虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時や、出産や子育てに悩んだ時には、市町村の窓口か児童相談所、全国共通ダイヤルにご連絡ください。